おはようございます。 YouTube 健康セミナー大輝です。本日ご紹介させていただきますのは、石原由美先生のご著書、感謝と利他の心が人生を幸せにするという一冊です。こちら参考にさせていただきながら、今回は感謝と利他が健康に与える影響について一緒に学んでいただけますと嬉しいです。石原先生、こういったご経歴お持ちの先生で、西洋医学東洋医学どちらも含めた観点から、私たちに体の仕組みについて、健康になる方法について、分かりやすく楽しく教えてくださっている先生なんですけれども、そんな石原先生が今回は、この感謝と利他の心は実は健康にもものすごくいい効果を与えてくれるんだよっていうことも含めて教えてくださっている一冊なんですね。というわけで、早速中身の方をご紹介させていただきたいんですけれども、まずこの感謝という言葉から見ていきたいと思います。石原先生はよくですね、言葉の成り立ちから、その言葉の持つ意味、本質を私たちに教えてくださるんですけれども、この感謝という字もそのように教えてくださっておりまして、まず感という字、これは深く心を動かされることという意味を持つそうなんですね。で、それから謝という字は、言葉を言うという言弁にプラス謝、これは許すという意味を持った謝からも来てるそうなんですよ。で、この許すというのは、心や体をこう緩めるというふうにもつながっていくよということで、これらを踏まえた上で、感謝という言葉どういう意味ですかというと、深く心を動かされたことに対してお礼の言葉を述べて、心をゆったりとさせることだよということなんですよね。で、ここで僕思ったのが、よくいいことにだけではなくて、悪いことにも感謝しましょうって言われるじゃないですか。で、このことの意味がですね、すごく、ああなるほどなっていうふうに納得したんですけれども、例えば一見こう嫌だな、辛いなって思うことも、これも感なんですよね。深く心を動かされちゃってますよね。で、このことにずっととらわれて執着してね、心をギュッと縮めて、で、体もそれによって緊張してると、自律神経のうちの交感神経がずっと緊張しちゃうんですよね。要はアクセル全開でずっと生きてるみたいな状態になっちゃうので、そうすると体は緊急事態だと思ってね、血流がだん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 悪くなっていって、体温が下がっていって、それによっていろんな病気になっちゃうよっていうことなんですけれども、だから悪いことが起きた、嫌だなって思っても、そこで感謝しちゃうっていうのは、さっとね、あ、このことでね、なんかいいこと起きるに違いないなとか、この程度で済んでよかったな、ありがたいな、感謝だなって言ってしまって、さっさとそのことから心をね、離してしまう。ずっとそれを考えるのをやめるっていうことで、そうすることによって心も体もね、悪影響を受けずに済む。だから悪いことにも感謝なんだなというふうにですね、ものすごい腑に落ちたんですけれども、そんなふうに実はですね、感謝することによって、病気にならないだけじゃなくて、病気を治しちゃったよという方も実際にいらっしゃって、それがストレス学説の生みの親、ハンス・セリエ博士という方なんですけれども、このセリエ博士は、まあ、いわゆるね、ストレスと言われてるものを一番最初にね、これ体にあまり良くないから気をつけましょうね、溜めすぎないようにしましょうねと教えてくださっていた方だと思っていただければいいんですが、このセリエ博士ご自身が癌になってしまったんですね。で、この癌になった時に、西洋医療のこう治療っていうのは全部ね、拒否したそうなんですよ。で、その他の日本で言われる、いわゆる代替医療なんかをメインにこうやってたんだけれども、なかなか良くなってこないと。やっぱりね、自分自身でも言ったように、私はこのストレスが非常に多い生活をしてきたから癌になったんだっていうことで、このストレスをなんとかしない限りには、どうしても治ってこないだろうっていうことで、いろいろ考えたんですよ。ストレスどうしたらいいかなって。で、結局行き着いたのは、東洋の方に感謝というね、思想がものすごく根付いていると。で、この感謝をしている時っていうのは、ストレスを感じることができないということに気がついて、で、何にでもこう感謝する生活を送っていたら、がんを克服してしまったよということで、このね、どうしてもね、逃れるのが難しいように思われるストレスに対しては、
感謝という妙薬があるぞということを晩年はね教えてくださっていたそうなんですけれども、つまりねさっきの自律神経の話でいくと、ストレスガンガン受けてる時っていうのはアクセル全開の交感神経緊張の生き方なんですよね。だけど感謝する、そこから心を離してありがたいなって思うところに心を向けるっていうことによって、体も緩んできて神経も副交感神経というリラックスした時に働く神経が優位になって体をね回復モードにしてくれたよ、こういうことなんですよね。だから感謝ってねやっぱり健康に対してものすごくねいいよということなんですけれども、はい、では次にですねこの利他という言葉について見ていきたいんですが、まずですね石原先生、体に目を向けるとこの人体もすべて利他によって生かされてるんだよっていうことを教えてくださってるんですね。どういうことかっていうと、例えば心臓って心臓のためだけに一生懸命動いてるんじゃないよね。肝臓も腎臓も全部そうだよね。心臓が一生懸命俺のためだけになんだかわかんないけどキュッキュッってやってるんだとかないですよね。肝臓腎臓とか沈黙の臓器とか言われてるけど、これね自分のためだけにずっと黙々と働いてて自分不器用ですからとかやってるわけじゃないよねっていうことなんですよ。これ全部がねお互いに協力し合ってネットワークでね一生懸命こう助け合いながら働いてる、全てがそうだよっていうことなんですよ。で実際臓器とかね体の中のいろんな細胞だけではなくて、腸内細菌とか皮膚の上にいる常在菌とか他の生物とも協力して生かされてるのがこの体なんだっていうことなんですよね。でその体の中でどうやってお互いに協力し合ってるかっていうと、このホルモンというものがその役割をしてくれてる、まあ伝達物質というものですね。でこれいろんなとこから出てて、例えば筋肉からはマイオカインというたくさんの種類のねホルモンが出てるよっていうのが分かってるそうで、がんや肥満を予防したり糖尿病とかのね生活習慣病を予防したりストレスに強くなるなんていう働きもあるそうなんですね。それから骨からはオステオカルシンというホルモンが出てて、インスリンを出やすくしてくれたりとか、これね糖尿病の予防につながりますよね。それから記憶力とか若さを保つ働きがあるんだよということなんですよね。でそれから脂肪細胞からもホルモンが出てるよって、脂肪っていうとなんか嫌なものダイエットの大敵みたいに思ってるんですけれども、実はここから食欲を抑制する作用が出てたり代謝をアップさせる作用、つまりね体をちゃんといい状態に保つために脂肪細胞というのはもともとそのバランスを取れるようになってるそうなんですね。でそれがいろんな理由でですね出にくくなっちゃってるからだん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 肥満体になりやすくなってきたりっていうことなんですけれども、で次にですね胃からはグレリンというホルモンが出てて、これはお腹がグーってなってね、あお腹空いたなーっていう時に出てくるそうなんですけれども、胃腸の病気なんかをこう治してくれる作用であったり、自律神経を整えてくれる作用であったり、心臓の働きを良くしたり記憶力をね良くしてくれたりっていう作用があるそうなんですね。それから腎臓から出てるレニンとかというホルモンは、これ血圧を調整してくれたり赤血球を生産してくれたり、それから心臓からもホルモンが出てて、これはですね体の中がこうむくんできた水分が多いよとかっていう風になったら尿をですねたくさん出すようにっていう風に腎臓さんなんかにお願いして、それによってね心臓の負担を減らすとか、そういう風なね働きをしてるそうなんですね。でそうやって体の中で臓器細胞同士がやり取りをしてお互いがお互いのために働いてるよっていうことなんですよね。でさらに免疫細胞白血球さんたちなんかも体の中でね協力して体をウイルスとかそういったものから守ってくれてるんだよっていうことなんですけれども、一番最初体に侵入者が入ってきました、その時は鈍食作用といってこう食べちゃう、一番最初に駆けつけて戦うんですけども、どうもこれだけだと勝てないなと思ったら SOS を出して、それからですね抗体というですね武器を持ってきてくださいとか、そういうふうにいろんなスペシャリストがだんだん出てくるよっていうことなんですけれども、だから白血球さんたちっていうのは体をですねこう得意な分野不得意な分野で分業して守ってくれてるチームなんですよね。でそんな風にですねやっぱりお互いをこうカバーし合う助け合うっていうのが体の根本の仕組みだよっていうことなんですよ。それを踏まえてですねこの利他という言葉について見ていきたいんですが、人間は親切な行動をした時にヘルパーズハイといって
って幸福感とか自己肯定感が上がるということが分かっているそうなんですね。で、このことからも石原先生は人間はね、やっぱりいいことをするようにできてるんじゃないか、性悪説ではなくて性善説が正しいんじゃないかというふうにおっしゃっていて、社会の仕組みを見たって自分がね全部ができるわけじゃない、誰かのおかげで生きているっていうことを考えても、人間っていうのはさっきのね体の中の仕組みを見ても、外のそういう社会の仕組み全体なんかを見ても、やっぱり利他が根本にあるんじゃないかっていうことなんですよね。じゃあなんでその親切にした時された時にそういう幸福感とかが出てくるかっていうと、さっき見てきたホルモンの仲間であるオキシトシンというものが出やすくなるんだよっていうことなんですよね。で、このオキシトシンというのは愛情ホルモンとかっていうふうに呼ばれていたり、絆ホルモンって呼ばれることもあるんですけれども、ペットとこう遊んだりとか、好きな人とハグしたり手をつないだりとかっていうことで出てくるそうなんですが、その親切にした時された時っていうのもものすごい出やすいですよっていうことなんですよ。で、そうやって親切にすることによってオキシトシンが出てくると人間関係もうまくいくんだよということで、これはね幸福感が増してますから、他の人の嫌なところとかもね、そんなになんかこう目くじら立てて怒ったりとかっていうのもなくなるので確かになと思うんですが、この親切の素晴らしいのはもう一つですね、広がっていくという効果があるそうなんですね。だから誰かに親切にされたら、それを他の人に親切にしてあげる、いわゆる恩送りとかっていう言葉で言われたりとか、ペイフォワードとかっていうことで誰かのためにね支払いをしておくとかっていう行動があったりするんですけれども、そういうふうに親切のねキャンドルサービスみたいに広がっていきやすいですよっていうことなんですよね。で、このオキシトシンが出ることによって、実は体の中でねこんだけいい作用があるよというので、抗老化作用、毛細血管の再生作用、免疫が強くなる、抗炎症作用、心臓が強くなる、抗うつ作用、筋肉の再生、それから血圧のコントロールというふうにですね、親切にして誰かに何かを与えるということで、これだけ自分の体の中で変化が起きてくる。だから俺親切にしてやったのにね全然返してくんねえんだじゃなくて、親切にしたことによってもうすでにですね、いろんないい変化っていうのが体の中で起きてる、それをね与えられてるんだよ、返ってきてるよっていうことなんですよ。まさに情けは人のためならずということですよね。はい、というわけでですね、こちらの中で石原先生ですね、その感謝であったり利他を実践するにあたって、自分自身でやってきたよということを元にですね、こうするといいよということを教えてくださっておりますので、そちらも少しだけご紹介させていただきます。まず感謝の実践ですね。1つ目、病気や不運にも感謝しましょう。一番最初言ったような嫌だなって思うようなことにも感謝だよっていうのはここですよね。で、この病気や不運っていうのは、あなた生き方間違えてますよって指摘してもらってるんだなって思うといいよということで、生き方間違えてるからあなたもう命いらないでしょって奪われるよりよっぽどいいよねって、だったら、ああ生きててよかった、病気で辛い、なんかうまくいかなくて辛いかもしれないけど、今日もまだ生きていられる、いくらでも挽回できるぞ、いくらでも健康になれるぞっていうふうにね、そっちに心をね向けなさいよっていうことですよね。で、そうやってね、なんか嫌な人、嫌だなって思うことも、この袖振り合うのも多少の縁っていうので、この多少というのは他の性って書いたりね、多い性って書いたりするんですけれども、今世も含めて、もしあればですけれども、前世、前々世、ずっと命がつながってくる中で、何かね、自分と縁があって、この人と出会ってるんだ。そして自分がね、種をまいたから、こういう現象として自分に起きてきてるんだっていうことで、そのことに抵抗する、嫌だってやるんじゃなくて、まずは何でも謙虚に受け入れるっていう姿勢が大事だよっていうことなんですよ。で、そうしてやっぱり感謝ですよね、さっと言葉に述べてすぐ心を離してしまう、そうすると本当にいい解決策とかも浮かんできやすくなるよっていうことなんじゃないかなって思います。で、2つ目は自然への感謝ですね。で、この大自然っていうのは、すべて人間も含めてこの世のありとあらゆるものは一つのこの気というものから
ができてるんじゃないかというふうに、こちらのご校長で石原先生も考察されてるんですけれども、そういうふうにですね、すべて気からできてて、その気がつながってですね、ご縁によって私たちはこうやって生かされてるんだっていうことなんですよね。詳しくはね、こちら見ていただきたいんですが、例えば食べ物一つとってもそうですよね。食べ物を作ろうと思って、いくら種をこうやって撒いたってね、自然のね、エネルギーがなければならないんですよね。で、そうやってずっと長いことね、命が続いてきた、本当にアメーバみたいなものからどんどん進化してきたっていうことは、何かそこにね、目に見えない大きな力の意志が働いてるんじゃないかということで、この自然への感謝、ありがたいなって、生かされてるなっていうことを忘れちゃダメだよっていうことですね。それからもう少し範囲を狭めると、自分自身に命をつないできてくださったご先祖様のことなんかも大切にした方がいいですよということを教えてくださっております。で、それから3つ目は、さっきも言った食への感謝ですね。食べ物というのはそういうご縁によって命をいただくという行為なので、いただきますとごちそうさまをやっぱりちゃんとしましょうねということで、このごちそうさまのごちそうってなんか豪華な食事っていうようなイメージがあるけれども、その豪華っていうのは高いとかね、きらびやか、美味しいとかっていうことだけではなくて、石原先生は命を養ってくれる大切なね、命なんだから、それ自体が、食事すべてが本当は豪華なものだよと、こういうふうにですね、教えてくださってるんですね。それでは次にですね、利他の実践について見ていきたいんですけれども、一つ目は結婚についてなんですが、これトルコのことわざにこういう言葉があるよということで、結婚した人を愛しなさいという言葉がね、あるそうなんですね。よくこう結婚というと人生の墓場だみたいな風にですね、ちょっと悪く捉えるような言葉が世界中でね、あって、それ注目されがちなんですけれども、逆にこういう言葉もあるぐらいなんだっていうので、確かにね、愛した人、好きな人と結婚するとかっていうのも大事なんだけど、大切なのはそれで終わりじゃなくて、そこからね、愛を育んでいくことだよ。そのためにはね、利他の気持ちで、家族になだったから何でもいいやじゃなくて、お互いがお互いを思いやる心を育む場として、家族っていうのはものすごくね、大切な環境だよということなんですよね。だから石原先生も本書の中でご紹介くださってるんですが、サラリーマン川柳の中に、恋敵譲ればよかった今の妻なんていうのがあるんだけれども、最初からそういう気持ちを持ったわけじゃないよねっていうところをね、思い出すことも大切なんじゃないかなと僕は感じました。2つ目はですね、親孝行の孝行ですね。これは世界共通にある教えなんだよということで、この親孝行したいな、親に恩を返したいなとかっていうところが、全てのですね、利他の始まり、全ての行動の始まりだよというふうに考えて、とても大切にされていたのが、子曰くっていうね、論語で有名なあの孔子先生ですね。で、この孔子さんは、親の言うことをよく聞いて尊重して、老後は面倒を見なさいよというふうにおっしゃっていたそうなんですけれども、で、そんなことを言うとね、いや、時代遅れのね、親の言うことなんか聞いてもしょうがないよとかってね、思う方もいらっしゃると思うし、僕自身もそうやって思ってたりしたんですけれども、その尊重しろっていうのは全てを受け入れろっていうことではなくて、その親がなんでそういうふうに言うんだろう、そこにはね、絶対に親からの愛情とかね、そういうものがあるんですよね。その気持ちを尊重調子で、で、そこを全てね、拒否するんじゃなくて、自分はこう思うよっていうのをやっぱ話し合ったりとか、ということをすること、そこで分かり合えるかどうかではなくて、その努力も一つの親孝行の形なのかなって感じました。で、孔子さんだけではなくて、ユダヤ教やキリスト教なんかでも同じように親孝行を大切にするような教えがあるそうなんですね。それから3つ目はですね、微笑みですね。この微笑むことによって、自分自身はまずですね、痛みの軽減であったり、睡眠の質を改善したり、血圧のコントロールしやすくなったり、免疫力が上がったりとかっていうことがあるそうなんですね。それからやっぱり周りの人もね、ブスッとしてるよりね、笑顔の人、微笑んでる人が近くにいる方が気持ちがいいですよね。だから笑う、微笑みっていうのは、自分の体のためにも周りの人のためにもいいですよ、利他の行動ですよっていうことなんですが、海外にこんな言葉があるよと教えてくださってるのが、あなたが年を取ったからね、笑いが少なくなってくんじゃないよ、笑うことを忘れるから年老いていくんだよって、こんな言葉があるのでね、これも心に留めておきたいなと思いました。
はい、というわけで簡単にご紹介させていただきましたが、まだまだご紹介したいところ、おすすめポイントたくさんあります。石原先生がね、具体的にどんなことをね実践してこられたかということと、それからですね、体のこと、空腹の雇用とかね、血液のいろんなこととかも教えてくださっておりますし、利他で生きた方々の紹介もこちら最後の方でしてくださっておりますので、ぜひご興味のある方はご一読いただきたいなと思います。はい、というわけで最後、僕の所感なんですけれども、まずこの行動、気持ちが先だよなって思いました。頭でね、損得感情を考えて、この人に親切にしようかなとかっていう風ではなくて、そうじゃなくてね、本心良心からちょっとね、この人大丈夫かなと思って手を差し伸べるかどうか迷ったけどやらなかったとかってなると、ちょっと心の咎めというかモヤモヤ感が残るじゃないですか。そういうことが残らないように、親切にしようってパッと思った時にはできるようにしていきたいなと思ってました。で、これ別のね本なんかで学んだんですけれども、頭で損得を考えるっていうのは知恵だよって、この知恵ね、普段私たちが使っているだけど、そうではなくて利害関係を超えたところで出てくるのがこの知恵、これね、仏教でいう仏様の知恵だよっていうので、こういう漢字を使うそうなんですけれども、あ、これすごい大切なことだなと思って、なおかつ本書の内容とねリンクしたので、このお話もさせていただきました。それからですね、今この恐怖を拡散していく社会というかですね、なんか恐れってこう伝染しやすいんですよね。だけど本書で出てきたように、親切っていうのも同じようにこう拡散力がある、広がっていくので、どちらかというと親切が広まった方が嬉しいなっていうのはね、正直な感想として思ったんですよね。で、じゃあ何ができますかというと、大きなことを何かしようとかじゃなくて、笑顔、和顔せという言葉が仏教の方にあるそうなんですけれども、これはね、微笑みを与えることが相手に対しての何よりのね、お布施になるんだよっていうことで、この和顔せの実行、これね、ここはね、もう筋肉ですからね、この口角をキュッと上げて笑顔でいるっていうのが何よりも利他の行動になるんじゃないかな。そうしてるとちゃんと自分に返ってきて健康になることがまずできますよと、こういうことなんじゃないかなと思いました。はい、というわけで最後までご覧いただきましてありがとうございます。自分の主治医は自分ということを忘れずに、今日も健康でお過ごしください。皆さんが健康で幸せでありますように。今日もありがとうございました。